アンドレア・ドーリアは、イタリアのイタリアンラインが運行した客船。1956年に、ニューヨークへ向かう途中、衝突事故を起こし転覆、沈没した。第二次世界大戦により、レックス、コンテ・ディ・サボヤ等の大型客船を失った、イタリアンラインは、戦後の1950年代に3万、総トン級客船5隻の建造を開始した。本船は、 その三番線である。1952年12月、イタリアのアンサルドゾー船所で竣工し、1953年1月14日より、北、大西洋航路に就航した。戦前のオーシャンライナーと比較すると小ぶりで、速力も遅いが、近代的な単煙突となり、洗練された流麗なスタイルが特徴である。本線の前に建造された、 ほぼ同サイズの客船、ジュリオ・チェザーレ、アウグストゥスがディーゼル機関を搭載していたのに対して、運行スケジュールの正確さが求められる、ニューヨーク船に投入される元船は、蒸気タービン機関を搭載し、高快速力を、約にノット高速化している。戦前により、イタリアンラインの客船の特徴であった、リドデッキのプールも継承されており、一等、 キャビンクラスツーリストクラスそれぞれに専用のプールが設けられていた。戦後の客船らしくレーダーを装備していたが、衝突を避けることはできなかった。衝突後、右舷に傾斜した元船。左舷の救命ボートは下ろされていない。1956年7月25日、ニューヨークへ向かっていた元船は、霧が立ち込める中、 翌日の入港を目指して、200海里東の南タケット東大線の南側を通過した。ノームにより、視界が悪いことを踏まえ、船長のピエロカマライは、速力をやや落とし、防水隔壁の閉鎖を命じた。一方、ニューヨークを出港して、北欧へ向かっていた、スウェーデンアメリカラインの客船、ストックホルムは、本船と、ほぼ正対する形で接近しつつあった。 南タケット東大線の南側は、ニューヨーク港に出入りする船舶で混雑するため、国際海上安全委員会は、東高線は、西行線より20回離南の航路を通ることを推奨していた。しかし、ストックホルムの戦績国であるスウェーデンは、同意委員会に参加しておらず、ストックホルムは、本線が航行する、西行き航路を逆走する形で急速に、接近していった。 やがて、両線の距離が1.1回りまで接近したとき、本線は右に回答しながら向かってくる、ストックホルムを死人、速度を維持したまま左に舵を切って、ストックホルムの前地を横切ることで衝突を回避しようとした。ストックホルムも右へ舵を切るとともに、全速行進をかけたが、すでに遅く、ストックホルムの選手が、元船の右舷操打室の真下付近に突き刺さった。 衝突の衝撃で両船合わせて約50名の犠牲者が出た。本船は衝突により防水隔壁が縦に複数の階層にわたって破壊され、船内の肉隔へ浸水周辺に傾き始めた。ブリッジは報告された破壊箇所と急速な浸水から沈没は避けられないと判断、急難信号発信と乗客の避難、脱出準備を進めたが、 浸水開始から刻々と右玄への傾斜が進んだため、左玄の救命ボートが使用不可能になり、生存者全員を収容できない事態を追って打電した。一方、ストックホルムは、選手の損傷により狩りが使用できず、漂流状態となったが、衝突時に投げ出された人間と542名を救助した。アメリカ沿岸警備隊、付近を航行中だった船舶が救助に向かい、 六席による救助活動で乗員乗客1663名が救助された。また、大西洋のセントバーナードと称され、海南救助の実績が豊富なフランスの客船、イルドフ・フランスも第一報で反応して、ニューヨーク出港後に大きく引き返し救助へ向かい、現場では救助の中心的役割を果たして753名を収容した。 乗員乗客が救助された後、本船は次第に傾きつつも11時間持ちこたえ、翌日7月26日9時頃、船長らが救命ボートへ移り、全員の脱出完了後、10時9分、横転して船首から沈んでいった。一連の模様は記録され、フィルムに残っている。現在、本船は海底に横倒しの状態で沈んでいることが確認されている。 当初、事故原因はレーダーを過信して、夢中で高速高校を続けていたこととされ、カマライ船長は避難されたが、後に、乗員の証言から功績等を検証した結果、ストックホルムが、レーダーの見方を誤っていたことが判明している。ありがとうございます。